石原博高は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、衆議院環境委員長、元環境副大臣県内閣府副大臣、元外務大臣政務官、元内閣府副大臣。父は石原慎太郎、叔父は俳優の石原裕二郎、長兄は石原信明、次兄はタレントの石原良純弟は 画家の石原信弘。男4兄弟の三男。1964年、神奈川県逗子生まれ、慶応義塾幼稚舎、慶応義塾普通部、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学経済学部経済学科へ内部入学。大学では、国際経済理論及び、経済発展理論を専攻。また、全ゼミナール委員長として、企画、運営なども行っていた。 1988年、日本工業銀行に入行。2003年、第43回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、東京3区から出馬したが、民主党の松原人氏に敗れ、比例復活もならず落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、兄、信明の応援を得たた、小泉旋風の影響もあって、 東京3区で松原を破り初当選した。選挙後、2005年に衆議院財務金融委員会委員自由民主党青年局次長となる。2006年、伝統と創造の会の発足に伴い、これに入会。同年8月15日、靖国神社に参拝した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では自由民主党への逆風もあって苦戦。 東京3区で松原に敗れ、重複立候補していた比例東京ブロックでの復活もならず落選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、再び東京3区から自民党公認、公明党推薦で出馬し、2016票差で松原を破り、国政に復帰した。票数が僅差であったため、 石原に当選確実の一報がもたらされたのは、投票日翌日の12月17日の午前1時過ぎであった。2013年9月、第2次、安倍内閣で外務大臣政務官に就任した。2014年9月、退任。2013年11月25日、石破茂幹事長と共に、台風26号の被害にあった伊豆大島を訪問。 2014年1月24日から2月10日までマダガスカル国大統領就任式典に参列する特派大使及びホンジュラス国大統領就任式典に参列する特派大使を務めた。同年3月3日、ジュネーブでの国連人権理事会の定例会合で演説し北朝鮮の人権侵害に関する国連調査委員会の報告書を受けた決議案を 欧州連合と共同で提出すると表明した。3月7日日本の無償資金協力で1979年に設立されたケニア中央医学研究所を訪問。3月11日の国連夫人の地位委員会にて女性が輝く社会の実現に向けて取り組みを進めていることを報告。また、東日本大震災等の教訓を踏まえ、減災、防災、 災害復興のすべての局面における女性の意思、決定部門への三角の重要性についても、ステートメントの中で言及した。4月23日、アメリカ大統領、バラク・オバマの訪日を政府代表として、羽田空港にて、中日大使のキャロライン・ケネディらともに出迎えた。同年5月6日から5月9日まで、コスタリカ国大統領就任式典に参列する、特派大使として、 コスタリカを訪問した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では松原との5度目の対決を制し、4270票差で参戦。2016年8月5日、内閣府副大臣に就任。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では松原が希望の投稿人となって迎えた6度目の対決を制し4戦。 2018年8月22日、自民党内閣第二部会長に就任。2019年、環境副大臣権内閣府副大臣。2020年10月、衆議院環境委員長に就任。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙において、遊戯機、メーカー、ユニバーサルエンターテインメントに選挙支援を要請し、 同社社員を選挙運動に従事させていた。上社は社員3人を派遣して給与を支払っており、法的な問題を弁護士から2013年2月の時点で指摘されていた。また同社は選挙運動で遅くなった際の社員3人の宿泊費や交通費、食事代も負担していた。 さらに、選挙運動の有給スタッフ12人中8人が、東京スカイツリーなど人が住めない場所や、大月市春日町といった実在しない地名を住所にしていたりと、実在しない人物を雇った、または、虚偽の住所を法廷文書に記入した疑いが持たれている。事務所は、当初、事務員や、ウグイスじょに、人件費として85万5円を支払ったと、 報告書に記載して領収書も提出、うち7人は公職選挙法で報酬の支払いが認められない運動員として活動していたが事務的なミスだったとして2013年4月24日に報告書を訂正し、ボランティアで選挙を手伝ってもらった。報酬は支払っていないとコメント、法定書類の不自然な記載についての質問には回答しなかった。しかし、 神戸学院大学法科大学院教授の上脇、ひ之は最初から嘘の報告を書く前提で領収書を添付していると見られ悪質だ。報告書の虚偽記載にあたり訂正しても責任を免れないと述べている。石原の妻が役員を務める有名無実のコンサルティング会社が上社からコンサルティング料として 落選中の2011年6月から2012年末まで毎月100万円、計1800万円余りを受け取っており、朝日新聞の取材に対し石原はお答えできないとして説明を拒んでいる。ありがとうございます。